夢ラジオ第6480回、今日は令和6年6月26日水曜日です。時刻は午後2時半、横浜港北、夏の午後、雨が降り始めましたね。これで温度が下がりますよ。ここのとこずっと夏日が続いていて暖かかったんですけど、ちょっとこれでクールダウンしますね。窓も玄関も開けての放送です。夢ラジオ、今回は英仏百年戦争世界史のお話ですね。イギリスとフランスで100年以上戦争があった。高校世界史では必ず習う、そういう戦争なんですよ。英仏百年戦争で100年ずっと戦っていたんではなくて、途中いろいろ和睦したり休戦したりしながら、けれどずっと問題が解決するまで100年以上戦争が続きました。その間ペストの流行もあったわけですから、中世の英仏ってのは踏んだり蹴ったりだったんですよ。この英仏百年戦争、これだけの戦争を戦いながらも、その後現代において英仏は基本的に同盟国を維持し、ドイツと戦ったわけですから、まあ歴史はわからないものですね。1339年から1453年まで100年以上でしょ。1339年、散々苦しむ100年戦争って覚えますね。散々苦しむ100年戦争で、1453年、これは東ローマ帝国が滅亡する年と同じだから、それと同じ年って覚えておけばいいですね。ビザンツ帝国が滅びた年と同じ年に1453年、一四五三の東ローマですね。百年戦争も終わってると。でフランスにね、大西洋の方なんですけど、アキテーヌっていう場所があるんです。フランスの大西洋の方にアキテーヌ、まあイギリスと面してますよね。でここがイギリスの領土だったんですよ。フランスのアキテーヌがイギリスの領土だったわけです。でそれ以前は実はフランスの、今のフランスの半分ぐらいがイングランドだったんですね。ところがイングランドのジョン・ケッチ王っていうちょっと間抜けな君主が出てきて、フランスにほとんど領土を取られてしまった。しかもフランスにある領土を取り返されたわけですね。ところがアキテーヌはその時も残ってたんですよ。だからフランスの中のアキテーヌはイングランドのものだったわけですね。で14世紀に入って、エドワード3世っていうイングランドの王様が出てきます。でこのエドワード3世は、母親がイザベラって言ってフランスの王家から来てたんですよ。でエドワード3世が即位と、そしてフランスでは王位が途絶えちゃったわけですね。シャルル4世ってフランスの王様がいたんですが、男の子がいないと。でいとこのフィリップ6世、この人を後につけようとした。シャルル4世の後、フィリップ6世が
大いにつこうとフランスしたんですが、この時このエドワード3世が待てと、なんでいとこのフィリップ6世という冒険を持ってくるんだと、シャルル4世の娘がイザベラで、その息子が私エドワード3世なんだから、フランスの継承は私エドワード3世にあるはずだ、こう言い始めたんですよ。つまり百年戦争っていうのはフランスの王位継承問題から始まった、これは押さえておきましょう。フランスの王位継承問題から始まったんです、英仏百年戦争は。でシャルル4世に男の子がいなかったから、フィリップ6世といういとこ持ってこようと思ったら、いや待てと、我が母イザベラはシャルル4世の娘ではないかと、直系で私だと、エドワード3世だ。でフランスとしてはそれを認められませんから、フランスがアキテーヌっていうイギリスの、ね、イギリスに属していた領土を占領したんですよ。でここからその散々苦しむ百年戦争、1339年始まったわけです。やがてブルターニュ、これフランスですよね、ブルターニュでも継承問題が起きて、つまり跡継ぎがいないという問題が起きて、そしてそのブルターニュの跡継ぎはうちがやります、いやいやいやこちらがやりますというふうに、やはりイングランドとフランスが争うことになり、そしてクレシーの戦い、ここでイングランドのエドワード3世の息子さんでエドワード国大使という人がいたんですよ。エドワード国大使、いつも黒い鎧を着てたからそう呼ばれたんですけど、この人がロングボウという、これ長い弓って意味ですよね、ロングボウという、そういう軍隊を作って、長球隊と日本語では訳します。数では圧倒的に劣勢だったんですが、このエドワード国大使、この人の活躍でクレシーの戦いで勝っちゃったんですよ。でカレー条約、これカレーってイギリスとフランスの、中間みたいなところにありますよね、もちろん領土はフランスなんですけど、カレー、地中海というかドーバー海峡に面したあの場所で条約が結ばれて、エドワード3世は領土はっていうか、フランスの王位と、そして領土は諦めるから賠償金をくれと、ね、賠償金をたくさんくれっていうふうにエドワード3世が言って、でそれでフランスもまあ納得したと。フランスの継承にイングランドが関わってきたことによって始まったわけだから、そのフランスの王位、これを諦めると。でフランスの領土も取らないから、その代わり賠償金だと。でちょうどこの頃ペストが流行って、特にイングランドでは人口の4割が死んだっていうんだから、すごい猛威を振るったその頃なんですね。でこの時そのカレー条約で取り決めたのは、ジャン2世っていうフランスの王様がいて、このジャン2世って人がイギリスの捕虜になっていたんですが、そのジャン2世は捕虜になって、人質になってたんだけど、お返しいたしますと、その代わりお金くださいと。ところがこのジャン2世って人は割と律儀な人で、自分が解放されてもイングランドからね、ジャン2世ってフランスの王様なんですよ、イングランドから自分が解放されても嫌と、まだ私はイングランドに留まっておくべきだとかって言って、
とどまってイングランドに、でロンドンで隠しするというそういうお方でもあるんですね、このジャン2世って。まあフランスから見たらなんか王様の鏡みたいな人なんですけど、でその後エドワード3世がイギリスで亡くなり、エドワード国太子も亡くなり、でイギリスではリチャード2世、こんな時代になってきます。でフランスではさっきのジャン2世の後シャルル5世、この人が出てきます。でシャルル5世の後シャルル6世という人が出てくるんですが、このシャルル6世フランスのですよ、この人はちょっと精神に異常をきたしたというふうによく言われますね。でフランスが非常に弱体化していきました。これで国王がやっぱり統率力がないということで、でフランスが2つの派に分裂しちゃったわけですね。アルマニャック派とブルゴーニュ派で、このイギリスはまずアルマニャック派と仲良くするふりをして、で途中からブルゴーニュ派に乗り換えちゃったんですよ。で当然イングランドが応援した方が、フランスの内部分裂でね、イングランドが応援した方が勝つに決まってますから、結局ブルゴーニュ派が徐々に台頭してきて、でイギリスに見捨てられたアルマニャック派がだんだん見捨てられていくわけですよ。そしてイギリスの方ではやがてヘンリー5世、そしてヘンリー6世というそういう時代になり、でフランスではさっきのシャルル6世がちょっと精神がおかしくなったということでシャルル7世の時代になり、でこのシャルル7世の時に女性ジャンヌ・ダルクが現れて、オルレアンっていうフランスの町を、ね、取り返そうということで百年戦争の流れが変わったわけです。このジャンヌ・ダルクについては夢ラジオでも以前お話ししたことがあります。また検索してみてください。神様の声が聞けるということで、で様々な戦争の行方を当てた。最初はみんな気違いだと思ってたんですけど、いやどうもこの女子の言ってることはすごいぞということで、ゆくゆくはシャルル7世もこのジャンヌ・ダルクの言葉をもとにして戦争遂行をやるようになりました。だからこのジャンヌ・ダルクの登場によって本当はもう衰退しかけていた、でもう負けそうだったフランスが勝ったんですよ、最終的には。でこの場合の勝ったっていうのはアキテーヌっていうああいう領土もフランスになったし、で賠償金なんかももう払わないし、でそもそもの始まりであるフランスの王位継承もイギリスのいいようにはさせない、だシャルル7世の時代になっていったわけですね。英仏百年戦争、なんでこんな百年戦争が起きたんかなと思いますが、さっきお話したようにフランスの王位継承にイギリスのエドワード3世がまず割って入ろうとしたということで、そもそもアキテーヌっていうフランスの場所にイギリスがイングランドが領土を持っていたということ、これが大きな理由。また、両方の国の力が互角だったので、それもあって長く続いた、決着がつかなかったというのもあるでしょう。最後はジャンヌ・ダルクという不正出のというか女子の登場によってフランスが奇跡的に勝利を収めた。それまではアルマニャック派ブルゴーニュ派というふうにフランスが内部対立してたんですけどね。イメラジオ、今回は英仏百年戦争をお話ししました。雨が上がりましたね。にわか雨だったようです。